全力超越。この力で絆をつなぎ直します。あなたと一緒だとどうしてこんなにも安心するんでしょう。それってやっぱり私のご飯王子だからなんでしょうか。何気ない日常って本当に幸せなんですね。あなたのおかげでそんな当たり前のことを改めて気づけました。当たり前の毎日に感謝です。ご飯はどんな場所で食べても美味しいですけど、やっぱり仲間たちと食べるご飯が私は一番好きです。大事な人と食卓を囲む、それがどんなに幸せなことなのか、今回の冒険で改めて実感できたんです。この愛おしい幸せを失わないようにこれからも頑張っちゃいますよ。あなたも力を貸してくださいね。食いしん坊でよかったって思ってます。だってあなたのあふれる思いを全部受け止めることができたんですから。もしまたあなたが大変なことになってもずっとそばにいて戦います。私のご飯王子は誰にも傷つけさせませんよ。あなたがつないだ絆は私の宝物でもあるんです。そのおかげで素敵な仲間たちにも出会えたんですから、絶対に離しませんよ。ぎゅー、あと一握りの思い、あと一歩の力、それとあと一かけらの勇気、あなたにはいつも背中を押してもらってばかりですね。あなたと私が力を合わせればもっともっとすごい奇跡だって起こせちゃうと思いませんか。これからもずっとどんな困難がやってきても全力全開で立ち向かっていきましょう。私たちなら絶対に乗り越えられますから。